人間は禁止されるとなぜやりたくなるのか。先生、断食の話聞かせてくださいっていう前に、最近ちょっと太ってきてる問題があるんですけど、コロナ禍というね問題におきまして、ストレスっていうのと、ストレスすると太るんですね。ストレスするとコルチゾールっていうストレスホルモン、コルチゾールというストレスホルモンは猛烈に食欲をかきたてます。よく皆さん方も夜中にラーメンとか無性に食べたくなるとか、女性の方だともうチョコレート一箱を全部開けて食べちゃうとか、そういう風な状態って時々なるかもしれないんだけど、そういう時って本当のドカ食いみたいな状態っていうのは、コルチゾールみたいなのがちょっと増えてる可能性がある。ストレスホルモンですね。ちょっとお疲れモードでは誰でも増えるんです、継続的なストレスがあるとね。なので睡眠運動、朝散歩で整えることができます。一番簡単なのは運動ですね。汗を流すような運動をすると、その直後にもうコルチゾールが下がるというふうに言われてますから、運動でストレス発散っていうのはもう間違いのない方法ですね。コロナ禍におかれましては、なかなか外に出るとなんか嫌だっていうことで外出しなかったり、運動もしないし、スポーツジムも閉まってたりとか、そういうことでなかなか運動しづらい状態があるので、ぜひですね、睡眠運動、汗散歩でこのコロナ禍のストレスをですね乗り切っていこうではありませんか。カリギュラ効果っていうのがですね、人間は禁止されるとなぜやりたくなるのか。皆さんもそうでしょ。皆さんのお子さんにこれやっちゃダメだって言うと、もちろんやってくるみたいなね、そういうのあると思うんですけど、これ心理学でカリギュラ効果っていうのがあるんですね。カリギュラって何って言った時に、私ぐらいの年齢の人は知ってると思うんだけど、昔カリギュラっていう映画があったんですね。ローマ皇帝のカリギュラ。カリギュラ皇帝っていうのは非常に残虐で、いろいろ弾圧したり、ひどいことをしたり、性欲に溺れたことをしたり、大敗した皇帝、それを描いた作品なんで、暴力描写とあとそのエロ描写が結構どぎついので、見ちゃいけませんっていうことで、全世界的にカリギュラを見ちゃいかんっていう運動が起こったんですね。イタリアとかのある都市では上映中止になった、禁止だって。そしたら隣の町まで見に行く人が殺到したっていう事件が起こってる。そういう風に禁止されると、むしろ見たくなっちゃったんですね、みんなね。禁止するってどれだけのものなんだっていう風に期待しちゃうわけです、逆にね。だから禁止すればするほどしたくなるっていうのは、こう心理学のそういうものがあるんですね、人間のそういう本性として。ということで、今もね、飲食店がお酒とか出せません、飲めませんって言うと、逆に飲みたくなってしまうというですね。普段そんなに飲まないんだけどね、禁止されるとなぜか飲みたくなってしまうという。で、外で飲めないから家でなんかビール1本とか、ビール1本とレモンサワー1貫ずつ飲んでしまうっていうのが、カバさんの不健康なところでございますけども。なので早くコロナが一段落してほしいですけどね。